さあ、おねえ YouTuber、ゆうまです。よろしくお願いします。それぞれさあ、今日はですね、私たちおねえの町、新宿二丁目で、今、爆発的人気なお酒をご紹介させていただきたいなと思います。知ってるかな、皆さん。そんなに人気あるんですか？人気なんですよ、これが。もうお酒屋さん、毎日こう発注して入れてくれるんですけど、ほんと品薄で、全然入荷がしない。ゲイバーに限ってなんですか？なんかね、聞くところによると、うん、六本木とかまあいろんなクラブなんかでも流行ってるらしいですけど、うん、まあ今二丁目のゲイバーでは置いてないとこないんじゃないかなっていうぐらい全体的に広まりつつあって、おねえにとにかく人気っていう。そうなの、私たちおねえが好きなのこのお酒。ほんと飲みやすいね。こちらでございます。クライナー見たことあるかな。なんかこれだけだと、箱だけだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、中身がですね、こちらじゃん、ちっちゃいやろ、かわいいね。ドイツのお酒でして、まあ昔は結構カッパーって酔っ払った時とかショットでね、テキーラ飲んだんですけど、もう今はもう若い女の子なかなかテキーラ飲まないし、イチジクの味で飲みやすいんですよ。これでですね、20度。でも強いんですね。強いな、可愛らしいのに。そうやね、可愛いのに強いの。うん、だからなんか男の人とかデートで女の子とか落としたい時に、変な話これで飲もうって言ったらもう女の子ベロッベロになりますね。変な話ですけどね。まあ変な話ですけどもそうなんですよ、すごくいいお酒で、まあ今本当に人気で、もうどこにも手に入らない。で、一時はね、ビッグカメラも今ビッグロなんかも置いてるんですよ、酒屋の方が。それでも全然売り切れ、もう2丁目のお姉が全部買いに行くから今ビッグロも新宿の、そう、争奪戦で、このやっとことあったのよ、一つだけで。他にもですね、今2丁目に入ってくるのは4種類あるんですが、今日ちょっと1種類やっぱりまだ品薄で、あと2つご紹介させていただきたいと思います。続いてこちら、いちごのクライナー。いちご、ちょっとこう瓶が大きいんですけども、これガラス、聞こえます音、はいはいはい、でこっちプラスチック、これがまあオーソドックスなやつで、もう最初ガラスやったんですけど、ガラスの生産が追いつかんくて、そんな人気やねん。ほんで今もうプラスチックになって、まだこっちの種類とか後々出てきたあの味なので、まだガラスなんですけども、これもすっごく飲みやすくて美味しい。かわいいのは甘いのいちごで、女の子は大好きでございます。あとね、もう一種類あるんですけども、ミント、ブルーな感じ、わかる？ちょっと味もそういうなんかスカーッとするような、男の人も飲みやすい口当たりになっておりまして、こっちもまあ20度なんですけども、まあ男性と女性だとかね、結構甘ったるいの嫌な人はこっちミント飲んだりして、私たちもおねえはこればっかりもオーソドックスなやつをバン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 飲んでおります。1本いくらで出してるんですか今これね？1本って言うかもしれんけど、1000円いただいてます。でもいいやんね。2丁目相場よ、どこも結構1000円出してるんじゃないかな。まとめて飲んだら1本サービスとか、もちろんちょっと安くなるみたいなのもあるし、で最後さ、こう飲んでこうやってこうピラミッドに積んでいくんやって、それをインスタで撮ってあげるみたいな、インスタ映えみたいになるらしい。積み重ねもやってみようよ、何段までいけるか、何段までいけるかあとこれね、ちっちゃいじゃないですか、でっかいのもあるの、こちらじゃん、クライナーのガラスですごく大きいバージョン、500ミリリットル入っております。まあ、これはこういっぱいいっぱい飲むっていうね感じじゃないんですけど、ショットグラスに入れてみんなでグラスで乾杯するといったものですね。これのボトルキープはやってないんですか？このボトルキープはやってないねんの。いいね、このボトルキープやっても面白いかも。そうですよね、なんかあんまりやってなさそうですよね。やってない。どんくらいいけるんですか、ゆうまさん。これ最高過去に飲んだんで、まあ、30本ぐらいかないや結構じゃないですか、ほんま飲んでる方かな。なんかはしご酒とか二丁目ゲイバーでもどこ行ってもまたどんどんどん出てくるから止まんなくなる。なんかもう私飲んでんか、頭飲みやみたいな役になってきて、ゲイのグループで飲んでるんですけど、まあ最初6人ぐらいおったとしても1軒目飲んで、まだ1軒目が酔いませんやん、2軒目行こうよってなって、
まあ朝5時ぐらいまで2軒3軒飲んでまだ大丈夫みんな、うん、そっからが朝6時から開くゲーバーとかあるんですよ。で夜8時から朝5時まで結構終了なんですけど、朝6時からオープンする店もあって、うん、それが昼の2時3時までやってるんですよ。ほんでそんな店開いてるから行こうやって言って行って、ほんでどんどんやっぱ眠たくなって酔っ払って潰れていくじゃないですか。そしたらそ潰れてた人だけを置いていって、あとみんな帰るんですよ。だから潰れてたそこのお会計を払わないといけないんですよ。だからもうみんな必死に起きて眠たくてもう目こんななりながら飲んで、またあの昼3時ぐらいにね終わっても昼4時5時から夕方開く店もある。てか店知ってたら2丁目ってどこでも一日中24時間飲めるんですよ。ぜひとも皆さん2丁目に来た際はクライナーぜひとも飲んでみてください。今日は新宿2丁目で今爆発的人気なこちらクライナーご紹介させていただきました。みんな飲みに来てねー。